はい、どうも、チョコレートシンです。新年明けましておめでとうございます。昨年から始めたチャンネルですけども、ね、いつもたまにでも見ていただいている方、大変お世話になりました。本年度もよろしくお願いしますということで、チャンネルの方もなかなか、ふわふわとできてないんですけど、2011年はまた、いつも言ってるけど、やっていこうと思ってます。まあせっかくなので、もうとにかくいろいろ意味のない動画も上げると思うので、まあちらっと覗いていただけたらと思います。正月はちょっと実家の方に近いんでね、いて、まあおとなしくしたりとかしてましたけども、和歌山なのでね、和歌山でちょっとなんだろう、有名というか、有名のお菓子とかね、買ってきたんで、ちょっと紹介したいなと思ってます。今日じゃないですけど。ね、どうですか、皆さん。新しい年というと、何かこう、目標を決めたりとか、いろいろあるんですけど、僕も何か決めたいなと思ったんですけどね、なかなかコロナのまた影響で、動けないっていうことでね、何かしたいなとは思うんですけど、まあ、現実的な目標は、年内、だから1年間で今より給料を2万円上げる。もしくはっていうか、それマストかな。収入を2万円上げる。で、よく言うと、まあ、給料自体を2万円。プラス、他の副業だったり、他の収入源で、1万円上げる月。だから3万円。3万円上げる。これも本当に目標にしたいなと思ってます。目標というかね、やって当然な状況なんですけど。なので、お金をアップさせますということをちょっと宣言して、また1年間どうなるかやっていきたいと思います。ちょっと遅れましたけど、ご挨拶ということで、チャンネルもちょっとどんどん動かしていきたいと思います。ブレてるね。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。チョコレートシンでした。ゆるゆる。バイバイ。